大沢健二です。ちょっと待ってください、関根さん。それ俺です。これは大沢健二です。大沢健二です。いや今日ですね、雷神で、はい、この、この前の雷神ですね、はい、貴健二、はい、貴健二貴健二選手を、はい、ノックアウト勝ちですよね。 TKO 勝ち、 TKO ですね、 TKO 勝ちをした、はい、今日本人最強、最強かどうか分かんないけど、でも、まあ最強です、ね、ヘビー級でいくと、まあ、あと石井君か、はい、石井聡か、ええ、シュレック関根か。そうですね、まあ、石井選手は強いと思います、ね、だからヘビー級ってだって、うん、はい、ええ、もうほぼ見通しよくなりましたね、今。そうですね、まあ、石井選手はでも今クロアチア人なんで。なるほど、日本最強は。そうですね、今日本人、ヘビー級見渡しよくなりましたね。いやいや、結構いろいろなもの、ね、富士山の頂上の方をどんどん整理し始めてきてますね、はいはい、今ね。暫定で、ちょっとこう日本人の日本一を噂される、はい、関根さんを呼んでですね、ちょっとまあ僕の方で、はい、僕の方でまあちょっとこの前の雷神のお話をして、はい、でまあまたコラボということで、はい、関根さんの方のチャンネルでもいろいろお話を伺うっていう形で、はい、ちょっとやらせていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでまあ雷神でこの前の、はい、貴健二選手、はい、試合とかで、まあ、貴健二選手のイメージどうだったんですか。そうです、ね、試合やってなかったじゃないですか。そうですね、まあ、それが一番怖いですよね。どんだけのこう仕上がりクオリティで来るのかっていうのが、その事前情報としてはどういう感じだったんですか。まあ、事前情報で周りが言うには、まあ、相撲出身で体重が特にヘビー級にまで落としないから絶対スタミナがない。特にヘビー級ってそうでなくても、大体1ラウンドでガス欠する人が多いじゃないですか。だからうちのジムでも、関根さんとにかく1ラウンドは、逃げ回って、ね、で2ラウンド以降勝負してとは言われてたんですよ。でいろんなね YouTube でも予想でもそういう人が多かったんですけど、そうですね、だからもうそれはしたくなかった。格闘技のね MMA の先輩としてだし、まあ、いろいろね自分としてもアピールしたいところがあったんでね。どうでした、やっぱそのやっぱこう僕思ったのが、須田理央選手って双子じゃないですか、貴健二選手、で須田理央選手試合見っていうかちょっとこうシェイプされてたじゃないですか、で僕会見とか見た時にうわでかっと思ったんですよ。でっかいっすね、ほんと、うわと思って、なんかそのあシェイプしてないんだと思って、結構相撲の感じで来たじゃないですか。そうですね、まだ落としきれてないっていうですよね。まあ、これ自体はもろ刃の剣でメリットデメリットあるんですよね、はい、単純に、軽い階級だと1キロ、2キロって変わるじゃないですか、パンチ力とか、はいはいはい、重い階級でね、やっぱ10キロ、20キロ重いっていうのは当然、まあ、俺らでも10キロ、20キロ変わればパンチ力とかもう圧力全く違うんですよ。全然違うんですよね、まあ、だけどその代わりガス欠も速いですよ、はい、スピードも落ちますよっていうことで、まあ、モロ刃の剣ですよね。僕ね、1個ずっと思ってることがあって、ヘビー級の人に聞きたいなと思ったのが、ヘビー級の人って、結構いろんな体重の人とやるじゃないですか、で僕らからすると、10キロ違ったらえらいことなんですよ、まあ、スパーリングとかしたって。そうですね、僕らからすると10キロ、5キロ違っても結構階級1階級違うと違うじゃないですか、ヘビー級の人だって今回シレクさん20キロ差。そうですね、約20キロですね。20キロ差ですよね。ヘビー級になったら関係ないかったりするんですか。ヘビー級でもそんなことないですよ。やっぱたまにね、うちの盆栽でも、まあ、柔術しかしない選手いるんですよね。130の人と、やっぱそれ以上の人いるんですよね、ブラジル人。130は日本人なんですけどね、やっぱ重いと全然違いますよね。重い、パンチとかも重いですかね。
まあ、その人たちは100キロ超えた人は、10キロ20キロが気にならなくなるっていうふうに僕は思ってたんですけど、それはないです、それはないですね。100キロ超えたら急に平均になったりしないですか？それはないですね、全然。もうやっぱありますよ。ありますか？僕は思ってたんですよ、ヘビー級の人たちって平気で10キロ20キロやるじゃないですか、ヘビー級っていう階級になったら10キロ20キロ気になんなくなるのかなと。いや、大きく違います。圧力も違うし、UFC とかだって120リミットギリギリのやつが110とか、110もないようなやつにヘビー級でいたりするじゃないですか、だからやっぱそういうの見てると圧力違いますよね、あ、じゃあ僕らが見てるように、ヘビー級の人も10キロ20キロ体重が違うと、まあ、デカって思ってるってことですね。いや、そう、身長だってやっぱ5センチ違うとうわーって思いますよね。あれ、杉江さん身長どれくらいですか？175ってなってるんですけど、まあ、これ最初 MMA 出始めてた頃は約175、174っていくつかだったんですよ、ただやっぱ加齢とともに落ちてきて、で今ねやっぱ年取ると縮むんですよ、身長が。で今多分174ないぐらいかもしれない。マジっすか？それで173はありますね。190ぐらいの人たち戦ったんですか？そうですね、とんでもないじゃないですか。下手したら2メートル来ますよね。そうですね、2メートルのやつと戦わなくちゃいけないんですね。高いっすよ、ほんと背がもうこんなですよね。そもそもオーバーハンドってもう届かないっすよね。絶対届かないっすよね。すごいな。試合前も貴健信選手が骨折ってやるみたいなの言ってましたよね。そうですね、まあ、あれは何度も言ってるけど、自分的にはプロレスラーとしてジェラシーを感じたんですよね。このパワーワードは出ないです。みんなね、やっぱ言葉に力を持ってる人がやっぱり格闘家、プロレスラーの中でも上行くんですよね。なるほどね。なかなか出ないです、あの言葉は。来たなって、もう言いやがったな、もうあれでこの戦いのテーマが決まるわけじゃないですか。いや、そうっすね、貴健信選手があれ言って、おおって緊張感一気に高まりましたよね。あれがもしあの発言がなかった時、トリガーどうなっちゃったのって、全体的に倉本選手欠場して、で、まあ、最終的に残念ながら安選手負けちゃったんだけど、もう俺と貴健信の試合が普通の試合だったらどうなっちゃってるの、トリガーが。そうですね、もうだから今回貴健信君のおかげなんですよね。でも緊張感めっちゃ出ましたもんね。そうですよ、もう、やっぱりね、やっぱりなんかイメージ的に貴健信選手はちょっとこうめっちゃヒールというか、やっぱりその相撲を辞めた時の話とかもあるし、っていうのもある中で、それで関根さんは元刑事っていうね。そうですね、追うものと追うものと追われるものの戦いでしたね。そうですね。ただ、まあ、そこで本来ね、自分はインタビューとかで言ったんですけど、まあ、警察官だからといって絶対正義ではない、警察官は決められたルールに従って動いてるだけで、時代が変わればそれは正義じゃないのかもしれない、まあ、絶対正義とは言えないし、そんなもん何にもないんですよ、だけどやっぱ決められたルールを守ってっていう、で彼がそっちでこうガツンと言ってくれたからこそ、まあ、戦いのテーマが、まあ、正義対暴力になるわけですよ。だからもう彼はそういうセンスというか、あれは抜群だと思いますね。抜群にありますね。外人の宝だと思います、試合とか、試合始まってどうでした、やっぱり、まあ、試合始まって、そもそも会見のあの言葉、そしてグローブタッチした時に拒否する、あ、もうこれでは、彼は怖がってるなって分かったんですね。あ、なるほど。もう精神的余裕がないんだと、でも一気にこっちは落ち着いて、で試合始まってみてもやっぱ踏み込んでもないですよね。逆にこっちが打っていくとすぐバックステップするっていう、あれ結構ローキックとか当たってましたよね。どうでした？ローキックもらってましたよね。ローは
カーフか。そうですね、カーフは最初何発かは大丈夫なんですけど、一番最後もらったカーフだけがバチッと入って、重そうでしたよね。それだけはちょっと きましたね。パンチって、パンチはあれですか、顔とかもらって。そうですね、一番やばかったのがこのあの怪物くんに教えてもらってるこういうガードですね、はい、この腕のとこに当たったのが、はい、バン跳ね返って自分の手で打ったのが一番効きましたね。あとは全部食らってるに見えて全部流してたので、はい、じゃあそこまでそのどんぐらいの重さかっていうのはあんま分かんなかったですか。手とかそのガードにもらったやつがやばかったですか。そうですね、その重さがすごかったですね。まともに来たんで、あ、これもらったら確かに骨折するなとか顔面折れるなっては分かりましたね。分かりました。で2ラウンド始まって、それでタックルいきましたよね。そうですね、まあ、それも一応パンチを左右振ってからですね。どうですか、腰は力士の腰はどうでした。だから力士の腰は相撲とルールが違うんですよ。こっちは膝ついても手もついてもいい、でも彼らはやっぱ MMA にアジャストするためにはその意識をしてないとダメなんですよ。手をついてもいいし膝をついてもいいけど、とにかく背中をつけさせられないっていうのをやっぱ頭に入れた方がいいですね。結局ギリギリまで耐えちゃうから、こっちは捨て身でも倒しちゃうんで、裏投げ気味に、そうですね、まあ、あんまり言うといろいろまた今度強くなって帰ってきちゃうんでそれは困るんですけど、いやでも途中で、途中でまあ組んでこうなってる時に、切り抜き動画で見たんですけど、噛まれた噛まれた噛んでる噛んでるっていうのあったじゃないですか、あれどうでした、あれ痛っとなったんですか。そうですね、自分は盆栽ジュース なんですけど、はい、ちょっと自分成績を見たときに一本勝ちが3つしかなくて、はい、あと7勝か8勝が TKO とかなんですけど、はい、あ、これいかんなと思って一本勝ち増やさないとと思って、はい、バックチョーク行ったんですけど、まあいろいろありまして、でそれはこう、噛まれてますか。いやもうこれ来てんなと思ったんですよ、まあ、動画をちゃんとよく見ればわかると思います、ね、それはわかると思うんですけど、初めてパウンド本気で本気で打ったんですか。初めて打ったんですか。それまではやっぱりこう本当はダメなんですけどね、はい、やっぱり打ちたくなくて、だから早くスピードで何発持って止めてもらうっていう形にしたんですね。そもそも本気で疲れるし、はい、で初めてだからサッカーボールキック本気で打ちましたね。サッカーボール試合が初めてなんですけど、はい、初めて打ったらもう足がやばかった。スネが、こっちのスネが、スネだ、本気だ、スネが、まあでもじゃあやっぱりちょっとそこで火がついたってことですね。そうですね、まあでも別にそこで冷静さを失ったわけじゃなくて、あ、もうこれしっかり仕留めないとっていうところですね。じゃあそうですね、もうだから仕留めないとこいつ何してくるか分かんないぞ、一本勝ちもね、こっちもダメだったらもうやるしかないなっていう腹が据わった状態ですよね。いやすごいっすね、本当に。だからやっぱヘビー系のしんどい人、で渋沢選手やって、でこれ貴健信選手、ヘビー級日本人だともうあんまいないですもんね。渋沢君はすごいもう一番相性の悪い相手だったですね。リーチも、まあ、身長もリーチも高くて長くてね、まあ、制空権は取られてる上に彼充実もできるじゃないですか。だからもう言ってみればめちゃめちゃ相性悪いし打つ手なしみたいなところなんですよね。唯一は自分はおそらく充実テクニックは全然上だし、あとスタミナは絶対勝る気迫と、そこだけですね、突破するあれは。いやすごいですね、本当に。じゃあもう今の話で、じゃあこっから、関根さんの方のチャンネルで、はい、これからの、そうですね、関根さんのビジョンというか、ビジョンというか、ね、目標というかね、48歳からの、48歳からの格闘技どうしていくかっていうそうですね、いや今
48ですからね、そっからの、あの未来の未来を、48歳のプロの格闘家がこの先の未来を語ってくっていう、自分がどうしていくかっていうのを、ちょっと関根さんの方のチャンネルでお話しいただいて、はい、っていう形でやっていきましょうか、はい、じゃあこの僕の方のチャンネルはここまでにして、この後すぐ皆さん関根さんの方のチャンネルに行ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。お酒です。チェック関根です